大寒波がやってきた1月のヘルシンキ。雪と氷に覆われた真っ白な景色が続いています。家にこもる暮らしもだんだん慣れてきて、冬の間は楽しみを見つけるのが上手になりました。今日はそんな冬の暮らしの楽しみと日常のあれこれを切り取ったお話です。冬の朝ごはんにおすすめなのは麦 100% のミルクがゆ。ヘルシーで腹持ちもよくて体も温まるので、冬にぴったりの朝ごはんです。2歳の娘はこの朝ごはんが大好き。電子レンジで簡単に作れるので私も気に入っています。我が家はここに牛乳といちごジャムを混ぜるのが定番です。冷蔵庫にフルーツがあれば一緒にお皿にのせています。見た目も可愛くてお腹も満足になるので、休日の朝ごはんにもおすすめです。ミルクがゆは種類が多くて、他にはお米を使ったものなどがあります。私はあまり得意ではありませんが、シナモンを使ったプーロも人気です。自然と家にいる時間が長くなるフィンランドの冬。だんだん居心地のいい空間が作りたいと思うようになりました。私は冬に限らず、こんなウール素材のインテリアがお気に入りで、お家のあちこちに飾るようにしています。こちらは IKEA のムートンラグ。お手入れがちょっと面倒ですが、ふかふかで暖かく、娘が特に気に入っています。日照時間が短いせいか、冬はとても眠くなります。眠気覚ましにコーヒーをよく飲むので、集め始めたのが可愛いマグカップ。手元にあるのでよく目にするし、好きなものを見るとときめくので、ビタミン剤みたいな感じで使っています。
ィンランドのお家は基本的に暖かいけど、肌寒い日も全然あります。そんな時によく使っているのが羽織るタイプのルームウェア。暖かくてふわふわだし、ブランケットみたいに包まれているような感覚です。おばあちゃんが編んでくれた靴下もよく一緒に履いています。今日は最近使っているカバンの中身を紹介しようと思います。レジ袋が基本的に有料なフィンランド、自然といつもトートバッグを持ち歩くようになりました。これはデンマークのスーパーイヤマちゃんのトートバッグ。しっかりした生地なので丈夫だし、持ち手も手が痛くならないタイプの太さです。次もよく持ち歩いているのが Vlog 用のカメラ。最近は外で撮影するときはこのカメラで撮影しています。かなりコンパクトなので持ち運びしやすいし、カバーもついているのでカメラが傷つく心配もないです。次はカードケース、イヤホンと鍵。カードケースは &otherstories という好きなファッションブランドのものを使っています。中身は2色で4つのカードが持ち運べます。次はワイヤレスイヤホン。音楽を聴くのが好きなので、一人で外出するときは必ず持っているアイテムです。ブランドはスウェーデンのスディオ。鍵にはお気に入りのキーホルダーをつけています。これは去年の蚤の市で見つけた白熊のキーホルダーです。こんな小さくて可愛いものが好きです。次は大きなポーチの中身。ここに入っているものは日によってよく変わります。大きめのポーチはマリメッコ。夫のお母さんからもらったもので大容量でたくさん入るので愛用しています。小銭入れはかわいいトトロ。たまにカードの機械が故障しててキャッシュだけ使えますっていうお店があるので持ち運ぶようにしています。お菓子も忘れずに。フィンランドの冬は乾燥がとても強いので、ハンドクリームとリップクリームは欠かせません。ハンドクリームはフィンランドのブランドのルメネです。髪の毛の量が多いので、ご飯を食べに行くときはヘアクリップを持っていきます。これはクックシュセットのクリップ。
パンはタイガーオブスウェーデンのショルダーバッグを使っています。シンプルだけど機能的でとても素敵なデザインです。ショルダーバッグとしてもハンドバッグとしても使えます。今日のお出かけ用アクセサリーはノードグリーンの腕時計とモニカ・ヴィナダーのブレスレット。ファッションマンブラーというブロガーの人が好きで、その方が一押ししていたブランドのブレスレットです。ノードグリーンは北欧のブランドだけど、モニカ・ヴィナダーはイギリスかな。そろそろ出かける時間なので、今日はこの辺りで。